あら、もうこんな時間。千景に借りたゲームが面白すぎて長居してしまったわね。あ、うん、別にいいんだよ。もうちょっとゆっくりしてったら。あと数分で私の誕生日。高島先輩は0時ぴったりに千景さんにお祝いしてもらったんだよね。それから結城ちゃんは0時ぴったりにはできなかったけど、東郷さんがずっと一緒にいてくれたって。ベンチもそのつもりで遊びに来てくれたんだとばっかり思ってたけど、普通に片付けして帰ろうとしてるよね。これ言うな。では弥勒は行くわ。また明日ね。行っちゃった。はあ、0時まであとちょっとだったのに。でも自分からお祝いしてほしいなんて恥ずかしくて絶対絶対言えないし。期待しなきゃよかったな。あの時ちょっと待ってってなんで言えなかったんだろう。うん、え、誰？弥勒よ。ココアを作ったから一緒に飲まない？レンチのココア。待って、今すぐあげるから。言うな。さあ受け取って。の上にチョコソースでハッピーバースデーって書いてある。時計をご覧なさい。あ、0時ぴったり。レンチありがとう。ユーナのことが弥勒にわからないわけないでしょ。ユーナ、お誕生日おめでとう。これからもよろしくね。